彦田と亀と蜂。昔、彦田という人がいました。ある日、彦田が浜辺を歩いていると、子供たちが亀をいじめているのを見ました。石をぶつけたり、足で蹴飛ばしたりしているのです。おいおい、生き物をいじめてはいけないよ。痛い痛いって泣いてるじゃないか。彦田が言うと、一人の子供が言いました。へん、亀が泣いたりするもんか。涙が出なくても痛いと思うのは人間も同じさ。僕のお弁当をあげるから話しておやり。彦田がお弁当のおむすびをあげると、子供たちは喜んで亀を置いて行ってしまいました。彦田は亀を海へ放してやりました。さあ早く海へお入り。亀は嬉しそうに海に戻っていきました。彦田が町の方へ歩いていくと、また子供たちが大勢集まっていました。彦田が行ってみると、子供たちは一匹の蜂をいじめていました。羽をつまんで地面に投げ、足で踏みつぶそうとしています。おいおい、生き物を殺してはいけないよ。助けて、助けてって言ってるじゃないか。彦田が言うと、一人の子供が言いました。ふん、蜂が口を聞いたりするもんか。口を聞けなくても怖いというのは人間も同じさ。僕のお金をあげるから話しておやり。彦田が持っているお金を全部あげると、子供たちは喜んで蜂を置いて行ってしまいました。彦田は蜂を空へ放してやりました。さあ、早く山へお帰り。蜂は嬉しそうにブーンと飛んでいきました。彦田が歩いていくと立派なお家がありました。門の前に女の人が立っていました。女の人は彦田にお辞儀をして言いました。お願いがございます。奥様が病気で死にそうなのです。どうか治してください。彦田はびっくりして言いました。僕はお医者様ではないので治せません。でも女の人はまたお辞儀をして言いました。海の底に一本の木が生えています。その木の上に鳥の卵があります。その卵を飲めば奥様の病気は治るのです。どうか卵を取ってきてください。彦田は卵を取りに行くことにしました。彦田はまた浜辺にやってきました。でもどうやったら海の底に生えている木を見つけられるでしょうか。彦田が困っていると、亀が泳いできて言いました。この前は助けてくださりありがとうございました。どうぞ私の背中にお乗りください。海へお連れしましょう。彦田は喜んで亀の背中に乗りました。亀は青い海の中にスイスイ潜っていきました。海の底についてみると一本の木が生えています。木の上には鳥の巣があって、そこに卵がありました。彦田は卵をそーっと取ると、また亀に乗って浜辺に帰りました。彦田は浜辺は急いで歩きました。その時です。海の中からバシャバシャと大きな鳥が飛び出してきました。真っ青な羽をバチャバチャさせて、彦田はめがけて飛んできます。鳥は彦田を大きなくちばしでつこうとしました。そこへブーンと蜂が飛んできて、鳥の目をチクンと刺しました。キャー！鳥はびっくりして慌てて海の中に行っていきました。彦田は大急ぎで卵を女の人に届けました。女の人はすぐに卵を奥様のところに持っていきました。奥様が卵を飲むと病気はどんどん良くなりました。次の日にはすっかり治って元気になりました。奥様は大変喜んで彦田にたくさんのお金と宝物をお礼にくれましたとさ。おしまい。